ター魂の襲撃手ストロング永井三哉が入場してまいります。スリーパーが火を吹くのか。さあ飯塚隆が入場であります。飯塚特別試合シングルマッチ20分一本勝負を行います。青コーナー全日本プロレス240パウンド永井三哉。赤コーナー新日本プロレス240パウンド飯塚隆。レフリー和田恭平。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さて放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか。これはもう見るしかないんじゃないですかね。そうですか。行くのかフライングメイヤーニールキック。リング上の両選手なんですが、表情をご覧になって両者との気合が充実しているとみてよろしいでしょうか。そうですね、いい顔してますよ。背後から裏アキレス腱固めの体勢です。ロープブレイクであります。腕を回します。脇固めに持ってまいります。ロープに逃れます。ロックアップ、テイクダウン。馬場さん、各界では朝起きたら強くなるなんて言いますが、レスラーにも同じことは言えるんじゃないんですか。そうですね、それだけのことを毎日やってますからね。はい。エルボーで返します。ここは戻ります。蹴ってまいります。テイクダウンを奪います。ストンピングを叩き込んでまいります。まさに近年大ブレイクのきっかけとなった飯塚隆のスリーパーホールド。この魔性のスリーパーホールドがまさに飯塚隆を遅れてきた強豪として花咲かせたと言っていいでしょう。あっと膝十字で切り返す。ロープに逃れます。足を取ります。スリーパーで締め上げます。ロープブレイクであります。抱えます。エルボーを入れていきます。腕をフックします。させません。蹴りをぶち込みます。組み合います。倒してまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。耐えます。巻き投げで切り返します。掴んだストマックに突き刺さります。足を抱えます。プロレス技のイロハ、クラシカルな展開であります。組みに行きます。ビクトル投げからグラウンドに持っていきます。ロープブレイクであります。足を抱えます。裏アキレス腱に移行してまいります。足を取ります。バックに回ります。馬場さん、決まり具合はいかがでしょう。まだ完全に入ってないですね。そうですか。バックを取ります。グラウンドに持ってったのナイトロック。ロープに逃れます。あっとエルボー。
サイドを抱え、岩石落として叩きつけます。足を抱えます。頸動脈を締め上げてまいります。顔面に掌底を見舞います。腕をフックします。肘を打ち込んでまいります。ローキック、エルボー、行くのか、ロープに振った、そのまま倒します。掴みます。あっと膝、足を取ります。頸動脈を絞り上げます。ロープブレイクであります。行くのか、フライングメイヤーで倒します。キック攻撃を担ってまいります。腕を回します。ブレンバスターでぶん投げます。組み合います。あっと逆に投げていった。10分経過、10 minutes passed。 エルボー強烈、ババさん、もう精神力だけで打ってますね。そうですね、ババさん、決まり具合はいかがでしょう。そうですね、まだ辛抱できると思いますけどね。そうですか、掌底を打ち込む、エルボーを入れていく、バックアウト、同締めスリーパー、岩壁の母の胸に抱かれました。腰に手を、チョークスリーパー、足を取った、チョークで締め上げる、ロープブレイク、ロープブレイク、掴んだ、逆にバックに回った、スリーパー、チョークに入った、耐えました。ドロップキックが突き刺さる、あっとエルボー、正面から投げを威張った、出すのか、ブリザードスープレックス、足を抱えた、チョークスリーパー、落とすのか、キック、ものすごい、勝った、させません、バックにはチョークで締め上げる、完璧にたどり着きました。エルボーを打ち込む、アキレス腱が頭に入った、完璧にたどり着きました。バックに回って持ってった、ジャーマーブリッジする、ここは連続で持っていきたいですね。ここでね、行かなきゃダメなんですよ。バックを取って、ああ長く強いだ、耐えました、いけるか、強烈に締め上げる、ハンマーを振りかざす、残り時間5分、5 minutes left。 頭を掴んで、あっと逆に蹴っていった、腰に手、ジャーマンスープレックス、岩壁の母の胸に抱かれました。フロントキック、すごい形相で締め上げていく、ハンマー気味のパンチ、組み合った、そのまま締め上げる、ハンマーを落としていく、バックアップ、チョークスリーパー
ジコミのスーパックス、ロープブレイク、ロープブレイク、一気にイグラス、いけるか、裏投げ、裏投げ、カウント入る、岸壁の母の胸に抱かれました、エルボー強烈、打ち込む顔面、ブレンバスター行くのか、あっと脇固めに取った、ロープブレイク、ロープブレイク、足を抱えた、ここはチャンスですね、ブレイクしかないんですよ、はい、チョークスリーパー落としたか、耐えました、ガチッと組み合った、キャプチュードで捕獲した、蹴り上げていく、裏投げ、センスが開かれた、体を預ける、カウントスリーが入りました、決定されました。今2つの魂が1つになってまいります。両者の表情なんですが、いかがですか？そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は2人ともどっか悪いというところがないですからね、両者になるんじゃないですかね。組み合います。フロントのヘッドロックに取ります。掴みます。ハンマーを落としてまいります。掴んだ、させません。ハイキック、ブロックします。エルボー、足を抱えます。足に照準を絞るのでありましょうか。蹴りをぶち込みます。
ババさん、このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか。そうですね、それは力が出ますよ。そうですか。ロックアップ。お互いこうやってやることを知ってますから、攻防が面白いんですよね。そうですよね。顔面へのキックです。馬場さん、いかがでしょうか。すごいですね。ものすごい才能入りようですね。行くのか。フライングメイヤー、バックからスリーパーに入ります。ロープに逃れます。腕を回します。耐えます。外してまいります。膝を狙ってまいります。そのまま倒してまいります。スーパーテンで放っていった。キック攻撃を見舞ってまいります。逆水平組みに行きます。馬場さん、こういった技一つを取っても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、構え方がね。なるほど。足を狙ってまいります。アームロックの体勢、ロープブレイクであります。行くのか。逆に振り返して、レスラーに技を振っても倒れる時はものすごくうまいんですよ。これは分かんないかもしれませんがね、あまりも上手に倒れるんで、掴みます。キックを打ってまいります。スイッチしてまいります。そのまま絞り上げます。ロックアップ、逆に振り返した。顔面に突き刺さります。フロントからのヘッドロックに移行します。パンチを打ち込んでまいります。組み合います。こういうところにね、レスラーの強さと言いますかね、はい、どっちから落ちても自分はちゃんと受け身を取りますからね。腕を捉えます。さあ、粘着質激しいこの3ミッションいかがですか。スタミナを奪うにはいいんですがね、これで決めるというのは難しいですね。ああ、なるほど。スペースローリングエルボー、エンドフェイスクラッシャー、打ち込んでまいります。いやらしい攻めを見せてまいります。ロックアップ、あっと、そのまま倒します。を打っていきます。行くのか。ボディスラムで投げてまいります。組み合います。ヘッドシザースで返します。あっと、エルボー、腕を取ります。腕を狙ってまいります。膝を殺してまいります。
リングです。組みに行きます。ロープに飛ばした。行くのか。かわず落としです。ここでタッチです。リング下に降ります。エルボーを入れていきます。ブレンバスターに取ります。 DDT で切り返した。リング内に戻ります。掴みます。ヘッドバット。腕をフックします。足を取ります。打たせません。抱えます。ブレインバスターで叩きつけます。フライングリールキック。掴んだ。乾いた音が館内に響きます。掴んだ。ヘッドを打ってまいります。組み合います。投げてまいります。スリーパーで締め上げます。ロープブレイクであります。足を抱えます。足攻めに転じます。肘を打ち込んでまいります。カイナ力で締め上げてまいります。掴みます。あっとエルボー。蹴りを見舞ってまいります。倒してまいります。スリーパーに捉えます。ロープに逃れます。ロックアップ。ロープに振って、あっと逆に丸めていった。ロープブレイクであります。組みに行きます。逆に返します。スイッチしてまいります。絞り上げてまいります。ロープブレイクであります。20分経過、20 minutes passed。ここの連携がさえ渡る。組みに行きます。逆に振り返して、あっと後ろに投げてまいります。ストンピング、蹴りつけてまいります。ロープに逃れます。フロントからのキック。掴んだ。ブレンバスター行くのか。バックに回った。バックを取ってエルボーを打ち込む。腕をフックした。逆にバックに回った。リング上の殺虫剤 DDT。 さあタッチ。
ハンマーを振りかざす。ガジェット組み合った。あと逆に倒した。全体重を乗せたエルボになりそうですね。そうですね。組み合った。ロープに振ってスリーパーホールド。完璧にたどり着きました。ここでタッチだ。特別試合シングルマッチ30分一本勝負を行います。
250パウンド。ジョージー！ハインゼイ！赤コーナー。400パウンド。ジャイアント！キマラ！レフリー、和田恭平。がゴングの眠りを覚ましてまいりました。さて、放送席解説はジャイアント馬場さんです。両者をご覧になっていかがですか？これもう見るしかないんじゃないですかね。そうですか。逆水平掴みます。ハンマーを振り下ろします。掴んだ頭突きを打ち込みます。ボディースラム、そのまま全体重を浴びせます。フロントからのキック、抱えます。ボディスラムで投げてまいります。行くのか、逆に振り返した、肘を打ち込んでまいります。組みに行きます。逆に振り返して、重いチョップであります。お父さん、ライバルがライバルを育てるみたいなことはあるんでしょうか？それはそうでしょうね。自分が強くなれば相手も強くなりますからね。負け前として練習しますから。はい。キックで返します。掴んだ、モンゴリアンを打ち込む。スタンディングを取らせます。己の体のみを信じて真正面からぶつかってまいります。この男、そのパワーというものはまさにレスラーの凄みをストレートに表すものであります。さあ、その男が今夜も重戦車の肩びらを回していくのでありましょうか。なんと投げていった、組み合った、あっと倒していった。いけるか、ロープに飛ばした、ランニングでドリカーダップ、そのまま全体重を預けていった。腕をフックした、強烈に叩きつける、そのままプレスしていった、そのままプレスでいった。投げていった、頭を掴んで、もう張り振り切ってますね。そうですね。組み合った、巻き投げで切り返した、蹴り上げていく、
を待ちます。まさに大観衆の高鳴る鼓動が聞こえてまいります。特別試合タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナービール270パウンドマイクバートン270パウンドジムスティーアカーコーナー270パウンドテヌケイジョー300パウンドアラシーレフリー和田恭平。打ち鳴らせ、今ゴングだ。さてママさん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。まあ表情ってもうね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。リング上はヘッドロックの体勢、行くのか。コーナーに振った、チョップの速射砲攻撃。顔面に打ち込んでまいります。スイッチしてまいります。組み合います。かわず落としです。組みに行きます。フロントからの締めを見せてまいります。打ち込んでまいります。ババさん、まあレスラーというのはこれだけの試合をしていますとね、どこかしら悪いところってあると思うんですが、そのあたりいかがですか。いや、これはみんなが同じことをやっているわけですからね、そんなのは理由になりませんよ。そうですか。逆に投げてまいります。ロックアップ、ボディスラムで投げてまいります。いきます。させません。フロントからのキック、ストレッチ系の技に転じます。ここでタッチです。後ろに投げた時にね、ちゃんと踏みを取ってます。はい、やはりね、レスラーの基本は OK ですからね。ロックアップ、パンチで返します。組み合います。リング下に落とします。リング下に降ります。ドロップキックを見舞ってまいります。キックを打っていきます。ハンマーを落としてまいります。組み合います。フライングメイヤーで倒します。リング内に戻ります。
リング内に戻ります。ロックアップ、フライングメイヤー、ゴツゴツした鈍い音が響きます。抱えます。馬場さん、これはちょっと首が辛いですね。首自体もそうなんですがね、首をかばうために他の部分に負担をかけてしまう場合がありますよね。組に行きます。ロープに振った。起こしてまいります。蹴りを見舞ってまいります。サンドイッチで放っていった。蹴ってまいります。行くのか、逆に振り返してヘッドを打ってまいります。行くのか、投げてまいります。馬場さん、こういった技一つを取っても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、構え方がね。なるほど。キックを打っていきます。ボディースラム、蹴りを見舞ってまいります。足攻めに転じます。エルボー、腕をフックします。打たせません。ブロックします。ロックアップ。外人選手は意外と悪いところがあるんですよ。なぜかというとちゃんと受け身が取れないんですね。頭から落ちてしまう、これは受け身の勉強不足としか言いようがないですよね。ああ、なるほど。腕をフックします。あっと DDT 打ち込んでいく。小股に挟んだ、投げ捨て式だ。肉体を躍動させる、奥歯を噛みしめて打たせない。あと逆に返した。トゥーカウント、腕をフックした。ボディースラムで投げつける。気合を入れた。勝負の分かれ道はどのあたりになりますかね。どっちが勝つか想像がつかないですね。キック、担ぎ上げるのか、ストマックを狙っていく。足を殺していった。抜くのか、させません。おっと外した。フロントに捉えて、させません。バックを取って、あっと耐えた。抱えた。リング上の殺虫剤 DDT。 15分経過、15ミニッツパー。チョッパー、いけるか、締め上げていった。ハンマーパンチ強烈。打たせない。
興味がないですね。首をかっ切るのか。フロントキック、なんと返した。ものすごいグーだ。場外に移行した。馬場さん、もうなりふり構いませんね。そうですね。強力なタッグが結成されました。今2つの魂が1つになってまいります。手を組んだこの男たち、果たしてどんな戦いを見せるのでありましょうか。特別試合タッグマッチ、30分一本勝負を行います。青コーナー260パウンド保坂秀樹、青230パウンド奥村茂雄、赤コーナー
280パウンド、スティーブ・ウィリアムス。260パウンド、マイク・ロトンド。レフリー・和田恭平。今ゴングが鳴りました。さて馬場さん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。まあ表情ってもうね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。組に行きます。逆に振り返した、エルボーを入れていきます。抱えます。キックを打っていきます。行くのか、ロープに飛ばした。全身でぶちかましてまいります。ここでタッチです。組み合います。逆に振り返して。馬場さん、ライバルがライバルを育てるみたいなことはあるんでしょうか。いや、そうでしょうね。自分が強くなれば相手も強くなりますからね。当て前として練習しますから。はい、投げてまいります。リング下に降ります。ロックアップ。外人選手は意外と重いところがあるんですよ。なぜかというと、ちゃんと受け身が取れないんですね。頭から落ちてしまう。これは受け身の勉強不足としか言いようがないですよね。ああ、なるほど。リング内に戻ります。行くのか、強烈に叩きつけてまいります。腕をフックします。強烈であります。 DDT。 蹴ってまいります。フライングメイヤーで倒します。スタンディングを取らせます。打たせません。組み合います。ボディスラムです。ラフ殺法に転じます。ブレンバスターに取ります。ストバックに突き刺さります。蹴りを見舞ってまいります。フロントに捉えさせません。ダブルで上がっていった。足に照準を絞るのでありましょうか。腕を回します。フロントからのキック、キックを打っていきます。掴んだ、蹴ってまいります。蹴りを見舞ってまいります。ロックアップ、ジンクラッシャー、ストンピング、蹴りつけてまいります。組みに行きます。ロープに振った。カウンターで返します。
足を狙ってまいります。行くのか、逆に振り返した、腕をフックします。山さん、これはちょっと首が辛いですね。首自体もそうなんですよね。首をかばうために他の部分に負担をかけてしまう場合がありますよね。カウントは2つ打ち込んでまいります。組みに行きます。ボディースラムで叩きつけます。組み合います。ボディースラムで投げてまいります。ロックアップ、逆に振り返してキックで返します。ウルネルソンに取ります。乾いた音が館内に響きます。スイッチしてまいります。引き起こします。組みに行きます。ロープに振って通過飛んで放っていった。このあたり負けん気の強さというものが出ていますよね。素晴らしいキャラですよ。組み合います。コーナーに振った、スイッチしてまいります。フロントからのキック、ラフな展開になるのでありましょうか。掴みます、返してまいります。ここでタッチです。ロックアップ、倒してまいります。関節を狙ってまいります。あっとパンチです。キックを打っていきます。あっとエルボー、リング下に降ります。15分経過、抱えます。ブレーンバスター、高速で投げてまいります。リング内に戻ります。ブレンバスター、バックに回ります。リバースで切り返した、カウント2で返します。行くのか、フロントのヘッドロックに取ります。ハンマー気味のパンチ、抱えた、フロントキック、サンドイッチで放っていった。ガジェット組み合った、カウントは入る、完璧にたどり着く。
ス。組み合った。強烈に叩きつける。先頭落としていった。リングに戻ります。いけるか。抜くのか。ハンマーパンチ強烈。ガチッと組み合った。ロープに振った。ホイップしていった。場外に移行した。場外に降りる。足を抱えた。あっと返した。
ような雰囲気が立ち込めてまいります。館内はボルテージ最高潮であります。プロブレム、鳥肌が立つというのはこういうことを言うのでありましょうか。歓声が鳴り止みません。フォレスト特別試合タッグマッチ45分一本勝負を行います。青コーナープロレスリングのフォレスト230パウンドフォレストマイケルモデスト、フォレスト220パウンドドラマンコーナー全日本プロレス215パウンドケンドーカシーン、カシー210パウンドジミーヤン、ヤンレフリー和田恭平、ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さてババさん、両雄の表情をご覧になっていただきたいんですけど、いかがでしょう。ああ表情ってのはね、試合始まってますし、なんとも言えないですね。そうですか。掴みます。この辺りラフに転じてまいります。足を取ります。パンチで返します。腕をフックします。蹴りを見舞ってまいります。組みに行きます。バット逆に丸めていった。肩が上がります。あっとエルボー、いやらしい攻めを見せてまいります。掴んだ、肘を打ち込んでまいります。組み合います。ボディースラム、にわかに館内の温度が上昇してまいります。行くのか馬場さん、このファンの声援というものはレスラーの精神的な部分に働きかけるってことはあるんでしょうか。そうですね、それは力が出ますよ。そうですか。馬場さん、こういった技一つをとっても一番いいポジションが人によって違うんだそうですね。そうです、足の位置、構え方がね。なるほど。見栄を切ってまいります。ロックアップ、そのままグラウンドに持っていきます。ここでタッチです。腕を捉えます。この辺の技の展開いかがですか。素晴らしいキャルですよ。打ち込んでまいります。行くのか、フロントのヘッドロックに取ります。パンチを打ち込んでまいります。ロックアップ、逆に振り返してドロップキックを放ってまいります。掴みます。かわ
乾いた音が館内に響きます。掴みます。ハンマーを振り下ろします。組に行きます。投げてまいります。組み合います。逆に振り返した。組み合います。逆に振り返して、張ります。フライングメイヤーで倒します。抱えます。させません。行くのか。リング下に落とします。リング下に降ります。ロックアップ。フライングメイヤー、ラフ殺法に転じます。組に行きます。逆に返します。リング内に戻ります。リング内に戻ります。立ってまいります。腰を落とします。フロントからのキック、行くのか。あっと返します。スイッチしてまいります。組に行きます。場外に落とします。リング下に降ります。ドロップキック、掴んだ。ハンマーを落としてまいります。組み合います。返してまいります。リング内に戻ります。掴んだ。回転してのキックです。掴みます。キックで返します。蹴ってまいります。フロントからのヘッドロックに移行します。ハンマーを振り下ろします。腕に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ、倒してまいります。スリーパーホールドに入ります。ロープに逃れます。乾いた音が館内に響きます。パンチを打ち込んでまいります。スイッチしてまいります。ギロチンを落とします。組み合います。コーナーに振って、ロックアップ、パンチで返します。組に行きます。ネックブリカードロップで落としてまいります。ストンピングです。ここでタッチです。地獄のツープラトン。レスラーに技を食っても倒れる時はものすごくうまいんですよ。これは分かんないかもしれませんがね、あまりも上手に倒れるので、ブレンバスターに取ります。ライジン選手は意外と脆いところがあるんですよ。何かというとちゃんと受け身が取れないんですね。頭から落ちてしまう。これは受け身の勉強不足としか言いようがないですよね。あー、なるほど。腕を回します。ブレンバスターでぶん投げます。顔面を蹴り上げます。掴んだ。ボディスラムで投げてまいります。逆十字に持ってまいります。15分経過、15ミニッツパース。キックを打っていきます。エルボー、
ショルダータックルで倒します。ランニングしてレッドブレイク、行くのか、対角線に飛ばした、ランニングしたらエルボー、行くのか、フロントからの締めを見せてまいります。ハンマーを落としてまいります。抱えます、打たせません。この辺り館内もヒートアップしてまいりました。素晴らしい気配ですよ。リング内に戻ります。響きます。腕をフックします。させません。あっとバックに回った、フェイスクラッシャー、ストンピングを叩き込んでまいります。チョップであります。行くのか、コーナーに振った、あーっと、やったストンピング、蹴りつけてまいります。つかみます、キックで返します。打ち込んでまいります。させません。フロントからのキック、たわずがけで倒します。リング下に降ります、リング下に降ります。蹴りを見舞ってまいります。喉元に打ち込んでまいります。蹴ってまいります。組み合います。そのまま腕を取った、エルボードロップ、リング内に戻ります。ここでタッチです。ロックアップ、ロープに振った、そのまま全体重を浴びせます。ラフサッポーに転じます。足を抱えます。反撃するならここですね。ここでね、行かなきゃダメなんですよ。ギロチンを落としていった、掴んだ、あっと逆に蹴っていった、バックに回った。こうやってね、受け身の取り合いの前になり方が一番危ないですよ。そのまま腕を決めていった、完璧にたどり着きました。25分経過、足を取った、バッと返した、水平打ち、コーナーに登って
そうですね。ミサイルキックが発射された。ストッピング強烈、ドロップキックが突き刺さる。掴んだ、効きましたね。本体になりましたね。引き起こす。腕をフックした。蹴っていった。
いけるか。ロープに飛ばした。ガチッと組み合った。ランカサーレスリングの申し子ジョニー・スミスが入ってまいります。特別試合シングルマッチ、時間無制限、一本勝負を行います。青コーナー、250パウンド、ジョニー・スミス。赤コーナー、240パウンド、カナトシヤキ。打ち鳴らされました。放送席の解説はジャイアント馬場さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがいかがですか。そうですね、両者いつもと変わりませんけど、今日は2人ともどっか悪いというところがないですからね。プレッシャーになるんじゃないですかね。ボディスラムです。馬場さん、この試合の勝負のポイントあるとすればどこでしょう。ポイントは僕にはまだ分かりませんけどね。この戦いの意気込みは両者から感じられますね。はい、ハンマーを振り下ろします。腕に照準を絞るのでありましょうか。ロックアップ、フライングメイヤーで倒します。バックからスリーパーに入ります。腕を取ります。馬場さん、まあレスラーというのはこれだけの試合をしていますとね、どこかしら悪いところってあると思うんですが、そのあたりいかがですか。いや、これはみんなが同じことをやっているわけですからね、そんなのは理由になりませんよ。そうですか。掴んだ、キックで返します。掴みます、逆に返します。打撃をただ耐えたらね、僕らはメリケンって言うんですよ。肉離れの症状が出てしまうんですよ。だから上手に浮き身を取らないとね。なるほど。リング下に降ります。蹴りを見舞ってまいります。逆に振り返して、あと鉄柵、ローキック、リング内に戻ります。リング内に戻ります。エルボー、いかがでしょうか。すごいですね、面白い距離の入りようですね。
返してまいります。膝を殺してまいります。組み合います。倒してまいります。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。行くのかフライングメイヤー。高周波数の音が館内に響きます。組みに行きます。させません。腕をフックします。ストマックへの攻撃であります。意地を打ち込んでまいります。腕を捉えます。腕攻めに転じます。クラシカルな技を繰り出してまいります。ロープブレイクであります。組みに行きます。ロープに振った。キック攻撃を見舞ってまいります。腰を落として逆片指固めの体勢です。ローを打ち込みます。顔面に突き刺さります。掴みます。エンドレスな逆水平チョップであります。ニーを落としてまいります。ロックアップ、フロントのヘッドロックに取ります。乾いた音が館内に響きます。足を狙ってまいります。腕を捉えます。リストを固めてまいります。行くのか投げてまいります。鬼の形相で締め上げます。それはないですね。